ワールドシリーズ第2戦ドジャース4ニヤンキース2024年10月26日ロサンゼルス写真7回に負傷した大谷はトレーナーに左腕を支えられベンチへドジャースの大谷翔平投手30が26日日本時間27日本拠でのヤンキースとのワールドシリーズ WS 第2戦に1番 DH で、先発出場も3打数無安打に終わり、第4打席では左肩を負傷するアクシデントが発生。チームは山本義信投手、26、の好投に加え、3発4得点で連勝も第3戦以降に不安を残した。大谷は初回の第1打席は相手先発、ロドンの似た豆、96、8マイル、約155、8キロ、を狙ったが、 中堅守、ジャッジのグラブに収まり中飛に倒れた。3回一市の第2打席は外角スライダーにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。4回西三塁の第3打席も相手2番手、カズンズの初球を狙ったが夕頃に打ち取られ、凡退が続いた。7回一市の第4打席は相手4番手、ホームズと対戦。冷静にボールを見極め、四球を選んだ。ただ、 西からティヘルナンデスの打席で二等を試みたが、失敗。二塁ベースへスライディングする際に左手を地面についたが、そこで左肩を痛めたと見られ、その場で起き上がれず苦悶の表情を浮かべた。駆けつけたトレーナーと、肩すめ、ね、どっち左、外れた、多分、などと会話する声が漏れ聞こえた。その場に駆け寄ったロバーツ監督も心配そうな顔を見せた。 ポストシーズンに入って盗塁成功はまだなく、13日のメッツとのリーグ優勝決定エース第1戦で二等を試みるも失敗した。大谷は試合終了2分後の現地時間20時10分にセキュリティスタッフ、中島トレーナー、アイアトン通訳が連れ添う中、白い T シャツ姿で、お疲れ様でした、と球場を後にした。右手に持っていたジャケット、カバンは持ってもらえますか とはいやとん通訳に託したが痛めたとみられる左肩にアイシングやコ